青録レポーターの荒木と須藤です。今回も熊本のおすすめのラーメン店小紫さんをご紹介します。ではお店の中にお邪魔したいと思います。店内に入るとたくさんの方のサイン色紙が飾られてました。これを見てもこのお店が皆さんから支持されていることがわかります。では早速ラーメンを注文していきたいと思います。メニューがこちらです。今回、自分が特製チャーシュー麺と私が王様ラーメンを注文しました。じゃあ須藤さんからどうぞ食べてみてください。あっさりしてますね。一言で言うと熊本ラーメンでもね、豚骨のギトギトのっていうイメージがあるんですけど、小紫さんのスープは非常にあっさりしてて飲みやすい、絶対最後まで飲みきれる、そんなスープですね。次に麺を食べてみます。麺はストレートの細麺ですね。でもしっかりスープも麺に絡んでますよ。これもやっぱりスープがあっさりしてるんで、麺の味がちゃんと分かってすごく食べやすくて美味しくて喉越しもいいですよ。チャーシュー食べてみますね。チャーシュー、少し薄めに切ってあるんでこれもすごく食べやすい、柔らかい、味もよく染みてて美味しいですね。では次は特製チャーシュー麺を食べてみたいと思います。スープは王様ラーメンと同じ豚骨のスープですね。麺もストレート麺です。やはり違いといえばこのチャーシューの分厚さですね。比較するとこの違いが分かると思います。もう 5,6 倍ぐらいの厚さですね。口に入れた瞬間豚の旨味、脂身の甘みが口の中に押し寄せてきました。とても美味しかったです。餃子も一皿頼んでみました。6個入りですね。薄皮で結構小ぶりですね。なんか横にごまが散らしてあります。ごまつけて食べる餃子ってあんまりないと思うんですよね。餃子のタレは酢醤油みたいで、あの普通のラー油は使ってません。でごまをまぶしてあるんでちょっと食べてみますね。やっぱり少し酸っぱい感じがするんだけどごまの風味と相まって美味しい。小ぶりだからすごく食べやすいし皮も薄めなんでしっかり中の具が感じられますよね。美味しいですよ。はい、一滴も残さず完食しました。美味しかったですよ。はい、小紫さん、須藤さん、いかがだったでしょうか。はい、レポーターの須藤です。今回はホテルからは歩いて10分ぐらいかかるんですけど、下戸井のアーケードから上戸井のアーケードにつながってるんで雨の心配もありません。小紫さん、実は昭和29年創業なんですよ。なんと今年で70年。もう老舗の貫禄ですよね。熊本ラーメンなんだけど、油ギトギト、ニンニクバチバチ、そういう、ラーメンとはちょっと違いまして、非常に、熊本県じゃない方が食べられてもすっきりあっさり最後まで食べきれるラーメンじゃないかと思いました。本当に美味しかったです。かわろくチャンネルではこれからもたくさんの情報をお届けしますので、ぜひご覧ください。バイバーイ。